一回の親分、勇士に一生を得たその命、再び捨てに来たのだ。この命などいくらでも取れない。聖夜だけは絶対に死なせません。何度でも羽ばたいてやる。自らの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き血潮の友のために、この命を懸けてチェミニ、お前を倒す。甘いぞ。フェニックスの剣を。ペガサスを始末する前、まずはお前を葬り去ってやる。俺の渾身の剣がかすりもせんと。笑わせるな。この猫の相手には通用したかもしれない。私の前では貴様ごときの技など一切無力。そうすぎ。赤目黒い。さすがブロンズ最強男に、貴様は死んだものと思っていたか。シャカ、シャカ、甘いぞ。そう、初めて心に迷いが生じた。はい、いいだと。シャカメ。私にここまでのダメージを与えると、シャカの余計なことをしてくれたものを、やつからかかってこい。その最大の剣によってお前に完全なる死を与えてやる。エブリー潜み出したお前に、地獄より恐ろしい墓場を見せてやる。一騎よ、お前はこれまで一度は聖夜たちの命を狙っている。なぜ今さら聖夜のために命を落として戦うのだ。俺だけが地獄のようなものを持ってきた。それは違った。最初の命から比べれば、瞬きほどの瞬間となる人間の一生で、何度でも羽ばたいてやる。生まれてきたことに感謝しなければならなかったのだ。何が感謝だ。13年間期間三ガチ割の平和を守り続けた私に感謝する。おまけ、力のみで築き上げた平和など誰が望んでいる。何度でも神にでもなったつもりか。おやっ、セインから東京に至る、このサンクチュアリにいる全ての者よ、あとわずかで私はこの一騎を。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、キャラクシアンエクセプロージョン。ガホ、これはガホ。これでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。僕のコスモを全て君にあげるから。
また。しかもなんだ、聖夜の後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス。いや、ペガサスだけではない、聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ弱を出す。